早原町から宮平獅子舞保存会の皆さんの登場です。阿佐宮平の獅子は18世紀末から19世紀にかけて狩猟夫と深く関わりのあった宮平ウファーに廃業されたもので、後に阿佐に寄贈されたようです。大切な獅子も大戦により失ってしまいましたが、ハワイ在住の宮平出身者の思いにより2代目の獅子がハワイから寄贈されました。それから46年の役目を終え、現在3代目の獅子として思いを継いできております。宮平の獅子舞は18世紀頃チリから伝わったといわれる7つの舞の型があります。各舞の型には共通する型三方という動作があり、これは宮平独自の技であり、獅子舞の中核をなすものです。また枠屋も力強い空手六尺棒とあり、その枠屋と獅子舞との格闘、それとサーリチーの猿の動きなどは見応えがあり、立ち位置に類を見ません。それでは宮平獅子舞保存会の皆さんです。どうぞ。Thank you.
Thank you.
ありがとうございました。ただいまの演舞は六尺頭山城渡るを親川亮太枠や荒垣清成ドラ木瀬久男慶頭遠目レオナを大城祐介枠や荒垣清成ドラ木瀬久男地方与那嶺義雄赤嶺松尾松村正春与那嶺治以上の皆様でお届けいたしました。